今回の自民党総裁選、党員や党友の票も重視される中、週末も県内で様々な動きが見られました。逃げない、ぶれない、諦めない、そういう気持ちで出馬を決意をさせていただきました。昨日熊本を訪れた林芳正官房長官、同じ旧岸田派の金子恭之衆議院議員や馬場誠司参議院議員などの要請で実現しました。2人は応援する理由について、安定感や信頼を挙げます。年齢的なものを、それはお二人の若手と比べればですね、新鮮味はないかもしれないけれども、政治の安定という意味ではですね、まだ、林芳正には追いついていないんだろうと思います。やっぱり信頼できるということ、その上にベースとなるその政策はものすごく頭に入っている。一方、おととい自民党県連の女性局と青年局が開いた井戸端キャラバン、その場で西野大輔衆議院議員は小泉進次郎衆議院議員の支持を公言しました。私は小泉進次郎候補を応援したいというふうに思っております。政策面とともに総裁選にかける覚悟に共感したといいます。進次郎さんの今回の総裁選にかける強い思い、強い覚悟、これを知っていますから、そうした信念に、覚悟に期待したいと。また同じ集会に参加していた坂本哲史農林水産大臣は、現時点で誰を支持するかは明言していませんが、前回の総裁選で当時行政改革担当大臣だった河野太郎デジタル大臣を支持した経緯を踏まえて、次のように話しました。河野太郎さんの選対の中で、事務総長というのをやらせていただきましたので、まあ、一度、まあ、そういう役職をやった以上、あんまりあちこちに、飛んだりするのはどうなのかなと、まあ、いうふうに思います。かつてない混戦となっている今回の総裁選、綱引きはさらに激しくなりそうです。